こんにちは。女性が四六時中考えてしまうくらい好きになってしまう男性の魅力とは一体どんなことがあるのでしょうか。寝ても覚めても彼のことが頭から離れないなんて状態になるのは相当女性を引きつける魅力があると考えられます。女性の感情を揺さぶって離さない男性はどんな行動をしているのか気になりますよね。好きという感情が恋愛である場合もありますし、憧れの場合もあります。どちらにしても女性のハートを射止めていることは確かです。そんな風に女性に思われたい男性はこの動画を見て勉強しましょう。女性の頭から離れない存在になるためにはこんな行動がおすすめです。1. ツンデレな行動。人はギャップに弱いところがあります。男女関係でもこのギャップをうまく利用することで好きにさせることができるんです。女性は優しい男性が好きですが、優しいだけでは物足りなくなるのもリアルな感想。なぜならいつでも何をしても優しいと刺激を感じなくなってしまい、優しいことに麻痺してしまうからです。そのため優しさと冷たさのギャップがある方が女性をドキドキさせる効果があります。つまりツンデレな行動は女性を引きつける効果的な手段なんです。普段あまり優しくないドライな態度をとっている男性がふとした時に優しく褒めてくれたら女性はドキッとします。いつも褒めてくれる男性よりもあまり褒めない男性から褒められる方が喜びが大きいためです。またこの人に褒められたいという気持ちが高まり、男性のことが気になるようになります。わかりやすい例だと、普段不愛想な男性が笑顔で話してくれたことでまた彼の笑顔が見たいという気持ちになり話しかけようと頑張ります。しかし簡単に笑顔を見せてくれないとなれば、どうやったら笑顔が見られるのかと四六時中彼のことを考えるようになるわけです。ツンデレの効果は普段のイメージが強気であることがポイントで、たまに見せる弱さに女性は引きつけられるのです。 2. 夢に向かっている。夢がある男性というのは女性にとって魅力的です。なぜなら女性は基本的に現実主義なので、男性の夢を応援しようとする人が多いからです。自分では追うことができないけど、恋人の夢が自分の夢になるという心理が働きます。どんなにお金がなくてもミュージシャンになりたいなどと夢を追う男性は恋人を欠かすことがないと言われるくらいです。明らかに無理だろうと思っても夢を一緒に追いかけたいと女性に思わせるポイントは前向きであること。同じ夢を追うタイプでもネガティブすぎると女性の気持ちはあっという間に冷めてしまいます。前向きで夢を追っている男性に対しては応援してあげたい、支えてあげたいという母性にも似た感情が湧いてくるもの。彼のために何をしてあげようかと四六時中男性のことを考えてしまうようになっていくわけです。夢を現実化していける男性とそうではない男性もいますが、女性にとって結果が問題ではありません。男性が夢に向かっている姿に惹かれて彼の夢を支える自分に酔いたい気持ちもあります。どんな夢でもいいので、夢があるなら前向きに取り組んでみるといいでしょう。 3. 強引な行動。女性に対して特別扱いしたり下手に出たりすることは悪いことではありません。しかし女性を夢中にさせる場合はあまり有効的とは言えませんね。女性に対して同性の友人と同じような扱いをすると、女性はこの人なんか違うと気になりだします。特にチヤホヤされがちなモテる女性にはかなり効果的です。いつも男性から女性として特別に扱われることに慣れていると、雑な扱いは新鮮に感じます。対等な付き合いができる相手だと認識することで安心感を覚えるんです。男性の友人と同じようにダメなことはダメだと叱ったり、自分の要求をストレートに言ったりすれば男らしさに惚れてしまうもの。多くの男性は女性に気を使って叱ることもなければ自分の要求より女性を優先しますよね。そのため女性にとって強引で自由な男性が気になって仕方なくなるんです。デートに誘う時も会えたらいいなとか無理じゃなかったらなどと受け身で誘う男性よりも会おうと強引に誘うくらいの方が女性はドキドキします。強引で俺様な男性にいつの間にか女性が惹かれて彼のことばかり考えるようになるのは、自分でコントロールができないもどかしさも理由です。結局は女性に媚びず対等に付き合おうとする態度が一番の魅力となり、女性を引きつけることになります。
ただし勘違い系の俺様になってしまうと嫌悪感しか感じられないので注意しましょう。4、メールに無頓着。メッセージを送ったのに返信がない場合、どんな状況でも気になるものです。スマホを長時間見ないなんて信じられない時代の今、何時間経っても返信がなければ不安になってしまいます。スマホをなくしたのかな、病気になってしまったのかな、など返信がない相手のことを四六時中考えてしまうことも。メールの返信が遅く無頓着な男性は、自然と女性に自分のことを考えさせる時間を増やすことになります。最初はちょっと気になる存在の相手でも、だんだん彼のことがすごく気になりだすように。ただし返信が遅くてもほっときっぱなしではいけません。必ず返信はするようにしましょう。数時間空けて返信することで、自分のことを考えさせる時間を与える効果があります。女性も無意識のうちに男性のことを考えるようになり、もしかして好きなのかもと思うようになることも。すぐに返事をしてしまうと、女性に考えさせる時間を与えることができないだけでなく、がっついていることを感じさせてしまい、マイナスになる場合もあります。気を使っているつもりで返信が早いと、女性のペースに合わせようとしていることから、女性主導の流れになります。しかし返信を遅くすることで男性のペースに合わせるようになれば、主導権が男性に。男性主導になることで、女性はいつの間にか男性に合わせるような気持ちに変わっていくんです。ちょっとしたことですが、女性に自分のことを考えさせる有効なテクニックとなります。5、とにかくかっこいい。女性が一日中男性のことを考えてしまう理由には、とにかくかっこいいということもあります。外見が素敵、仕事ができるなど、見た目や行動がかっこいい男性は当然ですがモテますよね。これはアイドルに対して持つ心理と同じで、外見などに引きつけられる憧れの気持ちです。暇さえあれば、あんな素敵な人とデートできたら、彼女いるのかななどと彼のことを考えてしまいます。そんなのイケメンだけだろと思う男性は間違いです。もちろん持って生まれた美貌は大きな武器ですが、女性が思うかっこよさは顔だけではありません。鍛えられた肉体美や清潔感があるファッション、所作や動きがスマートなど、かっこいいと思うポイントは誰でも手に入れられるものです。筋トレやスポーツなどで鍛えた体は、男性から見てもかっこいいと思いますよね。鍛えている人は健康的なイメージがあるため、より素敵に映ります。見た目にこだわる場合は、清潔感は必須です。どんなに不細工だったとしても、清潔感があると断然印象が良くなります。そして意外と盲点かもしれませんが、所作や行動が丁寧な人もかっこいいと女性は感じるんです。ドアをバタンと閉めたり、ドタバタと音を立てて歩く男性は幼稚に思われます。そして物を雑に扱う姿も同じです。大事に物を扱う姿や優雅な動きは、大人の余裕を感じさせるので、女性にとって魅力的に映ります。そんなかっこよさを身につけることで、女性の頭から離れない存在になれるんです。イケメンじゃないと諦めずに、かっこよさを身につけましょう。6、女の影がある。男性のことを四六時中考えてしまうほど好きなのは、男性に対して不安を感じていることが理由の場合もあります。例えば気になる男性にライバルが多い場合、彼は今日何しているのかな、女性と出かけていないよねなどと、彼の動向を SNS などでチェックしてしまうなどです。この場合、実際その男性のことをどのくらい好きなのかは分かりません。しかし寝ても覚めても考えてしまうのは、女の影が気になる不安があるから。ライバルの女性に先を越されたくないけど、自分からも告白もできないと、あれこれ考えてしまうんです。浮気癖がある男性のことを好きになってしまう女性の気持ちは、これと似たことが言えます。実際冷静になればそうでもないのに、四六時中考えてしまうせいで気持ちが高揚していくことになるわけです。何か障害がある恋は燃えるというのは競争心もありますが、相手のことを考えすぎる時間が多くなることも影響しています。女性の頭から離れられない存在になるには、女の影を感じさせることもテクニックの一つです。女の影とは、仲の良さそうな女性がいることや、スマホをずっといじっているなどがあります。見た目をきれいにしていることもモテそうと女性が判断するポイントです。実際に女の影がなくても、少しちらつかせることは効果的な手段となります。いかがでしたでしょうか。
女性が四六時中考えてしまうくらい好きになってしまう男性は、自分に意識を向かせる行動をしています。無意識に男性を気にしてしまうように仕向けるためには、自信を持つことが大事です。女性に好きになってもらおうと媚びるのではなく、女性を引きつけることを意識しましょう。そのためには自分をしっかり持ち、女性に対して対等に接すること、女性の心を魅了して考えない時間がないくらい好きにさせてしまいましょう。最後までご視聴ありがとうございました。動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録もお願いします。